遥か昔、儀式で使われた器に注がれた恐怖が土石をまとい、人類が生まれた。遥か昔、剣の呪いで消えた者たちの憎しみが雪をまとい、パオジアンが生まれた。遥か昔、王の悪事を木簡に記して処罰された者の恨みが枯葉をまとい、チオンジェンが生まれた。遥か昔、争いの火種となったマガタマに集まった妬みが炎をまとい、イーユイが生まれた。そして、時は令和、ボヘチャンネルに書き記されたコメントが結集し、マシンジェンが生まれた。うち限定の最悪ポケモンやめて。もしこんなん出てきたらちびっこはどう感じると思う？私が子供の頃なら、30分後にゲオにいるね。いらないでください。何も今日が最悪ポケモンの動画だからって合わせてこなくても。まさか。グッドボタン、SNS のフォローもよろしくお願いします。なんで揃ってチオンジェンに偏ってんの？なんだその納豆みたいなフォルムは。納豆みたいににっちゃりした戦術で戦うぜ。心までチオンジェンになるなよ。いやポリツーは元からそういう戦術ですよ。てか、なんでお前らその姿になってんの？今回パーティー、4体しかいない。だったら俺たちも最悪コンビになって、パーティーと心の隙間を埋めようじゃないかと。黙れ最悪コンビ。4体で潜ってる私たちにも問題あるか。登場人物全員最悪定期。心の隙間は埋められてもパーティーの隙間は埋められないので、このまま対戦するよ。と、その前に、最悪ポケモンがわからない人のために俺の方から説明をさせていただこう。私たちはお前について説明が欲しいよ。リンルー、壊れポケモン、なんだこの数値、社員のお子さんが調整したのかな？さすがにちゃんと大人が調整してるだろ。パオジアン、壊れポケモン、何この数値、マニューラに申し訳ないと思わなかったの？これはほんとかわいそう。チオンジェン、壊れポケモン、何この数値、これで宿り着戦法とか友達なくすぜ。じゃあぼっちが使えば実質ノーデメリットだな。リンルー、壊れポケモン、何この数値、フルパワーオーバーしよったら俺が6体消し済みになるぜ。ボーリングのピンかな？僕だったら耐えるんだよな。D 特化してみたら？硬すぎない？あ、今回、順伝4体とかいうガモス統一よりはるかに強いパーティー使ってるんで、ちょっとガチで勝ちに行くために順位を気にしていこうと思うよ。へぇ、いい試みじゃん。目標戦位、4体で戦位って無理じゃない？最終順位だったらそうかもしれないけど、まだシーズン序盤だから頑張ればいけると思うよ。対戦、よろしくお願いします。相手の先発はキノガッサ、こちら全員悪タイプなんで正義の鉄拳でしばかれますね。ふ、それを見越してこっちの先発はチオンジェンだよ。読み勝ってる。読み勝ったところで抜群疲れるのは変わんねえだろ。いやいや、このチオンジェン防御特化だし、特性で相手の攻撃はダウンしてるから大丈夫。チオンジェンは知っている、腕力の暴力より、言葉の暴力の方が痛いことを。さすが王様へのアンチコメントで生まれたポケモン。いつの時代も一定数生まれてそう。ここは引けないのでイカ様で攻撃。あ、ラッキー。チオンジェンは元タイプが貧弱ですぐテラスタルするから、こういった深読み行動を誘いやすいね。1ターンアドもらったから体力に余裕持てそう。チオンジェン、暴力にはなかなか屈しないぜ。これ本当に抜群技？また新たなチオンジェンが生まれるぞ。てか、チオンジェンがアンチコメントから生まれたってことは、あんたたちがまとってるのもアンチコメントで？いや、俺たちはそんなことないよ。どちらかというとせい、どちらかというとふって感じだよ。なんだそのアンケートで選びがちな選択肢みてえな要素。じゃあせいの方、どんなコメントが記されてる？うちのチャンネルはありがたいことにたくさんの温かいコメントで溢れている。例えばこんな感じだ。将来のためにも働いた方がいいと思います。さて、ここは畑落とすでいこうか。その転換は無理があるって。逆にこれ負の方どうなってんだよ。うちのチャンネル、ありがたいことに負のコメントはとても少ないんだよね。それは嬉しいことだな。だから、こんな感じのコメントしか記されてなかった。いつ就職するんですか？どっちもほぼ同じじゃねえか。ちなみにマッハパンチのダメージを減らすためにドクテラスを切ったんですが、見事に逃げられ、ただただリンルーに弱点剥き出したナメクジが出来上がりました。めちゃめちゃ先行き不安なんだけど本当に戦いける？今ならゼロを一つ増やす権利あげてもいいよ。じゃあお前に使うわ。ポリゴン20やめろ。とりあえずリンルーの持ち物を叩き落としまして、食べ残しを持っていたそうです。イニシエの儀式、お供え物に食いかけを置いてるからこんな化け物が生まれてしまったのか。そして、ネチネチ陰キャポケモンの得意技、宿り火の種、リンルーは HP がバカで吸える量が多いから、身代わりが実質無限に出せる出せる。ところでリンルーには吹き飛ばしって技があるんだけど、そちらは考慮されてますか？吹き飛ばされた場合は無限にチオンジェンを後出しして対処するものとする。一匹だけ重労働が過ぎるな。そもそもこのパーティーチオンジェンいないと多くの敵に振り取るから、必然的に仕事が多くなっちゃうのよ。いつでも交代、待ってます。猫の手より借りたくないて。
吹き飛ばしが怖いけど、私負けない。宿り火が植えてある限り、人類も苦しいはず。ここで人類宿り火解除のため交代です。出てきたのは、ジバコイル。オルチェンで宿り火解除してくる悪い奴だな。でも正直ジバコイルで助かったよ。この勝負もらった。私たちがやることはジバコイルの HP を極力削ること。ボルチェンで買えるかもしれないし、宿り火より畑優先。おお、俺らも全力で応援するぜ。僕らに記されてあるコメントを読んで元気づけてあげよう。マジで心温まるコメントで頼むよ。大丈夫、今回出すのは感謝のコメントだ。それなら安心か。VTuber 好きになるきっかけをくれてありがとうございました。なんで？なんでうちのチャンネルに手食いなんだよ。あれだろ、ごくたまに出るやつ。本当の最悪ポケモンじゃねえか。まあでも、何かの役に立ててるならよかったか。僕の方も見せるね。いやお前の方は不寄りらしいからダメだろ。大丈夫、これは僕に対するコメントだから。それならいいか。ポリツーをもっと出した方がいい。こいつ自分のコメントだけ生前。この姿になるとき、ポリツー、ポリウォンツーという言葉が入ったコメントを取り込みました。へぇ、例えばどんなコメントがあるの？ランダムポリンレンサーチ。これ僕関連のコメント。ポリツーは具体的にどこがイケメンなんですか？僕はあんまり好みの顔ではないけどイケメンって言われてるので皆さんがなぜイケメンと思うかが気になります。この文体、絶対純粋な気持ちの質問だ。人によって好みは違うししょうがないね。そんなことより、ラスカノに合わせて言い出したら水テラスされちゃったよ。私の価値観計画が、でもちょっと畑落としたおかげでちょっとは削れるんじゃね？本当にちょっとだな。こんくらいあったらタオジアンの不意打ちで倒せないかな。タオジアンは特性で相手の防御を下げるので、多分落とせると思います。とりあえずEUE、お疲れ。次の試合ではもうちょい活躍してもらうから、4体しかいないから休憩の時間が短すぎる。ブラック企業やめろ。いや出てるのチオンジェンジェン。よくよく考えたらタオジアンはラス1状況にした方がいいかなーって。何考えてんのかわからんか。マジバコイルは倒せそうだな。キノガッサが出てきました。こいつはパオジアンの氷のつぶてで倒せるから特に問題視してません。だから眠らされても別に嫌の精神。じゃあここでチオンジェンが寝てる間に眠気も覚めるコメントを紹介しよう。今までの流れだととんでもないこと言われそうだな。大丈夫、刺激少なめのやつにしてるから。コスプレマッシブーンめっちゃ好き。お前もかき集めてるじゃねえか。ニンフィアのコスプレしてくれないかな。もしかして私たちの脳が慣れてて低刺激になってるパターン。キノガッサは地鳴らしで攻撃です。地鳴らし、マジで美味しくないんだよな。ここでキノガッサ倒せても人類に上から宿り火打てなくなっちゃうし。じゃあパオジアンと人類の一騎打ちってことか。いくら弱点ついてるとはいえこの種族地のやつ倒せる？さすがに倒せるよ。つらら落としで角に取れるし、心配な点があるとするなら、このパオジアンがつらら落とし覚えてないことかな。なんで覚えてねえんだよ。じゃあ、命中安定のアイススピナーがあるってこと？アイススピナーもないです。なんなら攻撃技つぶてと不意打ちしかないです。イカれてるよ、お前。どういう時にされたコメントなん？じゃあこの先制技2つだけでどうやって勝つってんだよ。そりゃもちろん剣舞積んで倒すんだよ。足りねえだろそれじゃあ、そもそもパオジアンなんて自信2発で落ちるんだから。え？なんとこのポケモン、この見た目で自己再生覚えるんです。どんだけ与えられれば気が済むんだよ。せっかくだから使いたいということで、このパオジアンは耐久に振って自己再生を活かしてみてます。ちなみに使用感は良くなかったので、普通のアタッカーで使った方がいいよ。そんな方で対戦動画撮らないでくれよ。絶対レイド覚えるし、剣舞じゃなくてレイド打てる耐久ぶりにした方が強いかもね。この人レイドまで覚えるの？頑張れパオジアン、自信を見たいできる HP になったら動き出そう。チオンジェンが畑落とすしてくれたおかげで回復アイテムの心配はない。今だせめろ、パオジアン。ここの自信を耐えれば。うおお。対戦、ありがとうございました。この調子で順位、上げてくぞ。てか、今何位くらいなの？ここから勝ったくらいかな。まだまだ先は長そうだな。2戦目行くぞ。だいぶ環境が固まってきて、高種族地のポケモンばかり使われるようになりましたね。テラスタルはマイナーに厳しい仕様だ。仕方ない。宿り火の種をまいたら降参ボタンが生えました。そりゃこんなポケモン相手するの面倒いだろうしな。さて、買ったことだしコメント紹介するぞ。何そのご褒美システムみたいなの。SV も始まったばかりなのに剣盾末期みたいなサムネしててくさ。まずポセチャンネルのスタンダードサムネってどれなんだ？残念ながらどれもスタンダードです。YouTube 的にはスタン落ちだよ。あれ、2回買っただけで3000いけるんですね。じゃあこれ3連勝くらいすれば目標達成できそうだな。2戦目、チオンジェンでパオジアンを倒し、EUEで羽ばたく神を突破。最後同じようなことしてパオジアンで人類突破して勝ちです。じゃ、僕の方のコメント読みますか。ポリゴンは可愛いですけどポリゴン2は収容所に入っててください。どうして？順伝、K
ケンタロス地味にきつい説、誰も受けられないし、これ優位で落とせないと負けだぞ。半数型だと無限に回復されるもんね。余裕でした。明らかにキャラパワーが強すぎる。確かにタイプは偏ってるけど、単体性能がエグすぎてそれをものともしない。それが最悪ポケモン。そんな最悪ポケモンを使ってるポセチャンネルに質問コメント。今まで気にしてなかったけど、なんでオーロンゲ左利きになったの？剣盾の時右利きだったけど強制された。そうなの？そうなの？お前も知らないんかい。ほんとじゃん。謎仕様変更すぎる。これ勝ったら1000いけるぞ。おお、勝ちました。動画の目標達成した瞬間にしてはバッサリカットしすぎじゃない？これ神だったら坊主ぐらいバッサリカットしてるよ。なんか思ったよりあっさりだったな。この際、どこまでいけるか試してみたら？せっかくの機会だし、いけるとこまでいっちゃいなよ。うおお、目指せ2桁。なんと、ランクマに潜ること数千、ついに引いてしまった。私たちのように最悪ポケモン全部乗せの人が、いや、いかにも同族見つけたみたいに言ってるけど、向こうはちゃんと6体埋めてるからな。全部乗せだけじゃなくてご飯や汁物もついてきてるんだぞ。どうしたもんか。これで状況は五分かな。私はもうギブかな。ダメです、マリサさん耐えてください。実際どうすれば勝てるんだろうね。チオンジェンが出されないことを祈りつつ、こちらのチオンジェンを倒すって感じかな。またチオンジェンですか。この動画に塩撒いたら半分くらい消え去りそう。そうだ。やった、これで悪夢のような画面から解放されるぞ。ダークライこの辺にいる？悪夢じゃないよ。とりあえず先発はリンルーで様子を見て、チオンジェンを倒しつつ、チオンジェンが来たら EU 投げて様子見ます。今更だけどこの動画、サムネリンルーなのにこれがようやくまともな出番っていう。だって、サムネこれだったら初見の人がクリックするか怪しいし、別に今回のサムネでもクリックされるか怪しいだろ。いっぱい潜って感じたことなんだけど、チオンジェン、やっぱり挑発欲しいかも。そうか、こいつら全員挑発使えるんだっけ。他の3匹はまだわかるけど、神宮って言うほど挑発できそうか。実はあの器の中。そんなボーボボみたいなシステムなわけねえだろ。対戦、よろしくお願いします。相手の先発はカオジアン、タイプ上は不利ですね。タスキが削れてるなら EU 投げたいけど、まだ戦況マサラタウンだから時はしていくらいまで進めなきゃ。そうだ。絶対受かりませんね。リンルー、その頭の上の器は何のためにあるんだ。上から来るつららを受け止めるためじゃないのか。 VS 嵐ですか。器部分にも通格があるんでしょ。まあいいや、ここ絶対パオジアンはつららで倒しに来る。こっちも角に取れてるしな。私はその隙を見逃さない。 EU を投げるよ。さあダメージのほどは。怪しくない？でも不意打ちは耐えるからオーケー。年貢の納め時だパオジアン。納め場所はリンルーの頭の上だぜ。なんかちょっと隙間空いてるし、こねこぼれそう。さて、パオジアンを倒して残り2体、チオンジェンの起点にできそうなポケモン希望です。どうだ？海流は無限個型があるからわからないっていうのがサポートセンターの回答。なのでリンルーを投げてお茶を濁すよ。海流は迅速、ダメージ的にハチマキではなさそうです。てか49しか減ってないって耐久異常すぎじゃない？日常茶飯事でした。マジで悩むけど、一番避けたいのは起点にされること。なんかもう海流が前にいなければいい気がするし、突き飛ばしでお茶を濁すか。お前のお茶泥水になってそう。自信ってことは絡めては少なそうかな。これなら後出しされてもチオンジェンで枯れそう。ってことでさよなら。はい、チオンジェンのネチネチ耐久戦回避。やっぱり私、視聴者の皆さんにはさっぱりした清涼感のある動画をお届けしたいんだよね。残念ながらこっちの控えねっちょりしたギトギト感のあるポケモンだけど。まあまあ、二郎系ラーメンとか人気だし大丈夫でしょ。あれ一応野菜はあるから。そんな話してたらラーメン食べたくなってきたな。この後ラーメン食いに行こうぜ。じゃあどこ行くか網だくじで決めない？いいよ、じゃあこれで。はい、クソ。こっからは海流に気をつけつつ耐久隠蔽する作業。チオンジェンが出てる YouTube 上の動画、カットや倍速されがち。あ、海流が出るんだ。勝負しようじゃん。うちのチオンジェンは武力には屈しないぜ。ここで気をつけたいのは飛行テラスタル。弱点疲れますし、リンルー相手にテラスタル切った状態で挑まなくてはいけなくなります。まあ次の攻撃でわかるでしょう。それまでの時間稼ぎとして、お前らコメントでも紹介してよ。へいへい。円安についてどう思いますか？よしよし、どうやらこの海流有効だないみたい。このチャンネルはどうやら賢い話はできないみたいです。しかもこれ身代わり削れてませんね。リンルー一体じゃチオンジェンに絶対勝てないから、私たちの勝ち格、最悪ポケモンマスターだ。ポケモンを見たら片っ端からボコボコにするわ。最悪ポケモンマスターだ。あとは宿りにさえ当てれば吹き飛ばされてもいいんで楽ですね。チオンジェン、一匹だけ使用率ちょっぴり低いんだけど、強さのレベルは他の奴らに引けを取らないから、みんなもぜひ使ってみてくれよ。やっぱ使わないでください、お願いします。こんなポケモンがランクマに増えたら困っちゃうもんな。あ、変な負け筋作りたくないから身代わりしとこ。
今から3年間こんなバケモンの相手しなきゃいけないってマジ？その後、地割れを避けて準備完了、コウさんが選ばれました。対戦、ありがとうございました。次回はとある世代を救う動画を投稿しようと思ってるよ。それはもうカンニングペーパーや。ご視聴、ありがとうございました。あ、そういえば結局順位はどんくらいになったんだろう。そうじゃん、この動画の目標すっかり忘れてたわ。